皆さんこんにちは。1000年先の未来に着物を残すため着付け師から寝置物スタイリストになったミシェルユイです。今回の動画では私ミシェルユイが海外の人に着付けた時にびっくりしたエピソードを3つほどお話しいたします。近々海外の人に着付けをする予定がある人などはぜひ参考にしてみてください。最後までご視聴よろしくお願いいたします。海外の人の反応で一番多いのがこれになります。女性着物は基本的にはおはしょりを作って着るものですが、そのことをそもそも知りません。そのためとてもよく聞かれること、なんかどの着物も長すぎない、私のサイズの着物ちゃんとある、とよく聞かれます。確かに自分の身長と同じものを着るなんていう発想、洋服ではありえないですよね。そのためこの質問は本当にとっても多いです。これまたたまにあるエピソードです。おはしょりの長さをきれいに調整していざ帯を締めようと回していると、なんとその帯の中におはしょりをしまい込んでしまうお客さんがたまにいらっしゃいます。おはしょりはなんだかはみ出ているものと感じているのかもしれないです。確かに何も知らないならそう思うかも。着物の長さを長すぎると感じる人がいるんだから当然の反応なのかもしれません。この最後のエピソードはたった一度だけあったかなりびっくりしたエピソードです。長襦袢をきれいに着せていざ着物を着せようということで裾の長さを調整して1本目の腰紐を結ぼうとしていたら、なんと着物のこの襟の部分を外側に向けて、ちょっと実演しますね。こういう感じですね。こういう風に外側に向けて折っているお客さんがいらっしゃいました。まあ、これはあくまで私が思ったことなんですけれども、ワイシャツなどのシャツをイメージしてそんなことをしたのかなっていうような反応でした。で、着物は基本的に下半身からね着せて、その後上半身をきれいに着せていくっていうことをそもそも知らないので、上半身の乱れがこう最初のね1本目の腰紐を結んでいる時など気になるお客さんは結構いらっしゃるようで、この辺をなんかこうきれいに整えようとするお客さんなんかは結構多いです。まあ当たり前ですが着付けの順序なんて知らないので当然の反応なのかなとこれは思っています。当たり前ですが海外の人にとって着物は見たことがあったとしても映像の中の話やすでに着物を着終わった状態の人を見たことがある程度の人がほとんどになります。まあ当然のことながら着物の常識なんて全く通じません。何が起こってもびっくりしないために着物の常識があるということは全て忘れてですね、着付けをすることをおすすめしています。そんなびっくりを減らすためにミシェルユイ着付け師さんのための英会話教室なんかもやっているので気になる方はぜひお越しください。着付け師向け英会話教室に興味を持った着付け師さん、概要欄に着付け師向け英会話の URL を貼っておくのでぜひチェックしてみてください。また着付け師向け英会話教室の案内の動画の URL も一緒に貼っておくので気になる人はそちらもどうぞ見てみてください。今後のミシェルユイの動画気になる方はどうぞチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。